はい、どうも、アキオです。今日はね、バリアブルローラーギアはメイン効率マックスでね、バッカラマッチやっていきたいと思います。行きましょう。さあ、ファンタマリア号のガチエリアと戦いましょう。相手が、寿司コラ強引スペシューの地と。これが使いやすい。さあ、味方が強いね。2人のリアブル。さあ、どうすればいいかな。ガキは、やっていきたいね。あと、鈴木の、あ、スペースは。割り出し方にしていきたいな。よいしょ。さあ、今回は、メインコースだな。バシャバシャ。ローラー。くれるからね。いつもはね、くれるのを積んでる。そう。横振りをね、しっかりと。待ってさ。これはこっちかも。さあ、どこ？なんかいる？いいか、2人、今や2人。上トラップを置きたいな。ナイス。なんか一緒じゃん。なんかいる。強いからね。そんなお二人いるし、トリプル取れねえ。ちょっと。いや、トラップだって。一瞬バレちゃうな、今。ちょっとバレちゃうな。動かすしかないな。で、こっちも取りたいな。これは、ね、やった。いいよ。ナイス。やるね。これは強いかな。だから気をつけていきたいのは
ふう。よし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 。なんとか君勝ちたと。いいですね。バサバサマニュアルローラー買っていくよ。はい、金メダル美術館のガチエリア行ってみましょう。さあ行きますよ。さあ、シャープな目を、ジムワイパーの方に奪え。さあ、ジムかな。うん、ジム内でちょっと見てみたいんだよ。もう一回エリアとみたいね。はい、バイトライスだ。ちょっと正面高台来られないようには気をつけていきたいな。来られて抜けられたらめどくさいことになるから。お、味方に。ここでトランプ行きたい。正面取るか。どうバレる。左はあれか。やばい。わー、セーバー強い。エサの体感で2落ちか。後ろから来るよ。やっちゃって。ジムのエサトラップを受け。やるわ。マイリアンとこ行きますか。自陣のとこいない。いやバチャバチャ。あー、これ取れるんじゃない。ナイス。バリアブルローラーギアメイン効率マックスでねやっていきました。いや、まあ普段スペースを飛んでるんだけどね、結構今回バサバサ飛んでね、良かったですね。はい、ということでね、今回はここまでしたいと思います。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。